はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回はカップ戦をお送りしております。今回はね、ちょっとドイツを先にしております。イングランドにしなかった理由は、まだね、あのプレミアムスカウトの方で、デブライネが引けていないということで、ちょっとシティを、スルーしてるんですが、もう何日か経過してるんですけど全然出てきてくれません。このまま引けないんでしょうか。過去にね、プレミアムスカウトで引けなかったのはトニー・クロースを引いてなかったりとかするんで、引けないときは本当最後まで引けない可能性があります。大丈夫でしょうか。はい、というわけで今回のドルトムントに関しては、こちらかな、これは EX ですね。 EX なんで使ってないので、ランクアップのためにトーマス・デラネイ選手が起用されてます。で、第7弾はこれかな、ダフード。まあもうランクアップしちゃってるんでいいんですけど。で、もう一人がこちら、マルコ・ロイス。これが第7弾で追加された選手なんですけど、ご覧の通りドリブルなんですね。はい、残念なことにね、マグはちゃんと調べないで持ってっちゃったので、このチームなんとキャプテンシーを持ってる選手が一人もいません。なので、右下のね、戦術コストの数値が最初から最後まで3つで運営しております。なんと残念なことにバイエルンミュンヘンの方のね、チームにもね、キャプテンシーがいないんでね、今回4試合全部キャプテンシーなしでございます。非常に辛い戦いを強いられましたが、まずはドルトムントの方がこんな感じです。で、まあね、ロングパスもないんで、ボアテングが入ってます。はい、じゃあ今度はバイエルンミュンヘンの方のチームも紹介します。はい、じゃあカット。はい、こちらがバイエルンミュンヘンのチームになっております。第7弾がこれかな？ノイヤー。さらには、ハビマルもそう？そうだね。で、チアコかな。そうね。ここら辺が、第7弾になっております。あれなんかもう一人いたような気もしないでもないけど、こんなもんか。ね。こういう風になっております。で、こちらもキャプテンシーがいないので、戦術コストは3つ。なんですが、あ、ズーレもじゃないの？あ、こいつもだ。こいつ。そう、ズーレも、第7弾からの選手になっております。で、このメンバーなんですが、前回ね、あの、レバンドフスキーのね、ゴールパフォーマンスが非常に気持ち悪いというふうに言いましたけれども、今回は、一応ね、それを和らげるような、特殊実況がレバンドフスキーに入っております。なんだっけ。さっき検索したんだよね。ポリニシャーボンバーです。ポリニシャーボンバー。まあ、ポーランドの爆撃でいいんじゃないですかね。で、さらに、こちら。前回ね、ニャブリを使ってたんで気づかなかったんですけど、ロッペンにもゴールパフォーマンスが追加されてましたね。これはもしかしたら前回から追加されてたのかもしれないですね。ちょっと今回初めて見たんで、ちょっと驚きましたと。まあ、リベリー、さらには、コマン。ミュラーあたりにもね、なんかあるんじゃないかなと思ったんですけど、ゴールは決めたんですが、ミュラーにはなかったですね。なんかありそうな感じしますよね。まあ、こういうのはね、今後もいっぱい、選手をいろいろ変えてみて、新しい特殊実況、さらには追加のゴールパフォーマンスあったら、それもなるべく動画でお伝えしたいと思います。そういう人選にしていきたいなと思っております。それでは今回のドイツのカップ戦ね、どうぞー。
の皆様こんにちは、ご機嫌いかがでしょうか。ノルトラインポカール1回戦をお送りしてまいります。勝つのはどちらか、両チームのプレーに期待がかかります。さあ、まもなく試合が始まります。主審のホイッスルで今試合がスタートしました。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。対する相手チームは 4-3-3 のフォーメーションで対抗します。左から上がっていきます。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。奪われます。左に展開、つながりません。ワントラップ。両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、出て決めるか。ボールを奪われます。ボールを入れます。アモローズ、足の速さには非常に定評のある選手です。奪われます。スローインになります。ボールを投げ入れる。ロイスからバイグル。デラネイ、身長182センチ、デンマーク出身。今日はディフェンシブミッドフィールダーでの起用となります。シュメルツァーからデラネイ、思い切ってシュート。そのまま先制。先制して逃げ切りを図ります。この1点でチームは波に乗りたいところです。ここで先制ゴール、均衡が破れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。さあ、この戦術がここで機能するか。ボールを奪われます。リゼルからシュメルツァー、押さえて、さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ここで奪って、このタイミングでプレッシングをかけていきます。ボールを受けます。シュメルツァー、身長180センチ、ドイツ出身。今日は左サイドバックでの起用となります。プリシッチが個人突破。この指示で選手たちがどう動くか。ボールが奪われました。割って入ります。ここは正面でした。プリシッチ、足の速さには非常に定評のある選手です。中盤で相手の攻撃を封じにかかります。左へ送りました。さあ、この戦術がここで機能するか。サイドへ送りました。ワントラップ、この位置でボールを奪う。右サイドから選手が上がっていきます。この位置でボールを奪う。さあ、ゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。相手ボールになります。ボールを受けます。抑えます。ボールを奪います。ここでホイッスル。前半が終了しました。両監督、果たして後半はどう出るか、引き続き注目していきたいと思います。まもなく後半が始まります。クロスの処理が非常に安定しているキーパーです。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。ボールを取り返す。縦へ送って、ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。ボールを奪います。アクラフからデラネイ、デラネイがここで持ちます。トラップ、サイドへ。ボールを受けます。パスを出すよう声を出します。ボールを奪います。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ここは正面でした。もっと球際に厳しく行くように選手に声をかけます。ゲッツェからプリシッチ、プリシッチ、コーナーキックです。
ニアかファーかどこを狙ってくるのか。さあここから反撃が始まるか。ボアテンコがクリア、ボールを奪います。デラネイクからアモローゾ、アモローゾからロイス、ロイスがキープ、抑えます。さあゴール付近でどんなプレーを見せたか。クソだな、入った、入りました。この試合の2点目を叩き込む。ダイレクトで押し込み得点する形となりました。後半24分、キックオフから試合再開です。マトゥイディからサンチョ、取り返しました。この指示で選手たちがどう動くか。抑えて、右から合わせる、ここはきっちりセーブ。パスを送りました。ここで交代のようです。プリシッチが個人突破、ここで取り返す。残り時間わずかとなってきました。リセルがカットしました。さあここから反撃が始まるか。中央へ送りました。止めてサイドに出す。このボールを狙った。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。狙い通りの攻撃でした。両チーム選手を同時に投入してきます。後半41分、ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。サンチョ、足の速さには非常に定評のある選手です。ここはクリア。この選手交代で流れを変えたいところ。ボールを投げ入れ、ボールを運びます。ボールを回します。さあアディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。この指示でゴール前までつなぐことができるか。サイド抑えて、抑えます。取り返しました。縦に抑えて、さあ前線のこのままダイレクトでシュート、押し込み得点する形となりました。ここでホイッスル、力の差がはっきりと現れた試合になりました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
でしょうか。ノルトラインポカール決勝をお送りしてまいります。クラブに関わる全ての人たちが憧れたこの晴れ舞台、このタイトルの獲得は全てのクラブチームの夢と言えます。お互いの誇りをかけた試合が今始まります。もう間もなくキックオフとなります。今ホイッスル、前半がスタートしました。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。一方相手チームも同じようなフォーメーションでのマッチアップとなります。プリシッチがキープ、前線付近でボールを持ちます。ここで奪われた、中央に出す、ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。縦へ送りました。ボールが奪われました。ちょっとお互いに相手の様子を見ている感じでしょうか。シュメルツァーからプリシッチ、アモローズ、足の速さには非常に定評のある選手です。プリシッチが個人突破、サイドへ送って、前半両チームともまだシュートを打てていません。抑えます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ライン終わりました。チャンスは続きます。さあチャンスです。監督の戦術を重視した攻めを形成します。メルク、クロスの処理が非常に安定しているキーパーです。キーパーしっかり抑えます。ボールへの激しいチェイスを指示しています。ボールを奪いました。トラップ、ロイスがここで持ちます。奪われます。サイドに出す、プリシッチ、身長172センチ、アメリカ出身、今日は左ウィングでの起用となります。ここで取り返す、奪われます。ボールを取り返す、相手ボールになります。ボールを受けます。ここで奪い返します。得点につながる指示となるか。バックラインの裏、ここでボールを失う、割って入ります。このパスは通りません。ボールを運びます。ボールを奪いました。左へ送りました。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。左へ送る、右へ、左へ送った、ディアロックからダウード、ボールへの激しいチェイスを指示しています。この位置でボールを奪う。さあこの戦術がここで機能するか。前線付近でボールを持ちます。右サイドを駆け上がります。シュート、合わせた、セービング、これは好セーブでした。誰を狙ってくるのでしょうか。ダイレクトで打った、ゴール、先制、素晴らしい先制点。この1点でチームは波に乗りたいところです。ここでホイッスル、前半が終わりました。前半を踏まえて両監督は同じ作戦でいくのか、もしくはガラリと変えてくるのか、注目していきましょう。まもなく後半が始まります。プリシッチ、足の速さには非常に定評のある選手です。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。奪います、相手ボールになります。左に出しました。これは出しました。ダウードからゲッツ、現在支持している戦術で攻めに出ます。ここでボールを失う、このボールをサイドに出しました。ビゼルからサンチョ、サンチョが個人突破、前線付近でボールを持ちます。ボールを奪いました。ボールを奪われます。左へ送る、出します、回して、得点につながる指示となるか。抑えます。ここでのプレスが果たしてどう機能するか。サイドに出しました、抑えます、左から上がっていった、ここで奪って、
つなぎます。止めて前線付近でボールを持ちます。ゲッツェがパスカットに入りました。現在指示している戦術で攻めに出ます。出します。サイドへ送ってボールを受けます。ここで奪われた。このボールを持っていく。中央へ送って回して縦に。ここで選手交代の動きがあります。監督からパスの指示が飛びます。ボールを取り返す。さあボール付近、ボールを取る。刻々と時間だけが過ぎていきます。ゴール華麗なる2ゴール目。これで2点目、チームに大きく貢献します。監督がここで大幅な選手交代に踏み切りました。後半37分、キックオフからのリスタートです。ピッチ上の選手に監督から指示の声がかかりました。サンチョ、足の速さには非常に定評のある選手です。前に出しました。右に展開、ワントラップ奪いました。中央へ積極的にパスを回すよう指示を出します。ボールが奪われました。アディショナルタイム、もう時間がありません。前へ送る。サイドに出しました。このタイミングでプレッシングをかけていきます。ボールを奪います。監督の戦術を重視した攻めを形成します。ホイスから歩かせ、中央から。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ここで奪われた。ここでホイッスル、おめでとう、見事だ、優勝を飾りました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。ご機嫌いかがでしょうか。ミュンヘンポカール1回戦をお送りしてまいります。大勢のサポーターが駆けつけるこのスタジアム、勝利の栄冠を手にするのは果たしてどちらか。さあ間もなく試合が始まります。
ットを置く。今前半が始まりました。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチームです。対する相手チームは 4-3-3 のフォーメーションで対抗します。ここで取り返す。落ち着いてキャッチします。リベリ、身長170センチ、フランス出身。今日は左ウィングでの起用となります。左から上がっていきます。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。アラバがカットに行きました。右に出したダイレクト、先制ゴール。ボーリスクールバッパーレバンドスキー、素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。両チーム立ち上がりの良さが勝利のキーとなってくるでしょう。1-0、この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ボールを奪います。縦に展開、前に。この指示で選手たちがどう動くか。ロッペンがキープ。さあボールダイレクトで打った。右に出しました。サイドへ送った。抑えます。中央へ。ミュラー、チーム内でも前線での守備意識が非常に高い選手です。レバンドフスキ、身長184センチ、ポーランド出身。今日はセンターフォワードでの起用となります。ここで奪われた。ボールを運ぶ。奪われます。このボールをパスを送ります。左に出しました。中盤で相手の攻撃を封じにかかります。この指示で得点につなげたい。ここで奪われた。奪います。ここはキーパー正面。レバンドフスキからコーチーニュ、ワントラップ、サイドに。さあここから反撃が始まるか。ここで奪い返された。ここで取り返す。ボールが奪われました。縦へ大きなパス。ここでホイッスル。前半45分が終了です。両監督果たして後半はどう出るか、引き続き注目していきたいと思います。さあもう間もなく後半です。ノイア、得意のセービングでチームの勝利を支えます。リードした状態で終えた前半、このまま勝ち切れるのでしょうか。左から攻め上がります。ここで奪い返します。ここで奪い返された。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。アラバがここはなんとかクリア。積極的にパスを回すよう指示を出します。オフサイドの判定です。統率の取れたディフェンス陣、罠を仕掛けます。さあプレー再開です。ボールを受けます。ここで取り返す。縦へ押さえて、左から合わせる。キーパー押さえます。右に出しました。ボールを受けます。サイドに出す。ここで奪い返された。つなぎます。イェルミスがパスカットに入りました。監督からパスの指示が飛びます。止めて、シュートを打ちました。決めた。ゴール、渾身の一撃。いやー、これは素晴らしいゴールでした。後半20分、この試合を制するのは果たしてどちらか。ミュラーからリベリ、奪います。現在指示している戦術で攻めに出ます。中央から抑えて、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ここはきっちりセーブ。
抑えて左へ送りました。ボールへの速いアプローチを指示しています。この位置でボールを奪う。さあこの戦術がここで機能するか。ここでボールを取られる。レバンドフスキからコーチーニョ、右サイドを駆け上がります。ここで取り返す。ここで選手交代の動きがあります。ボールを奪われます。残り時間わずかとなってきました。抑えます。監督の采配が果たしてどう機能するか楽しみです。ここからリスタートです。抑えます。ボールを奪いました。この指示が試合にどんなプラスの効果をもたらすか。リベリからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。リベリプレスをかけるように身振り手振りで指示を出します。落ち着いてキャッチします。アディショナルタイム、もう時間がありません。この指示で得点につなげたい。運んでいった。ボールを回します。ボールを奪われます。タッチを割ります。ここで選手がピッチに入ります。スローイン、ここで交代のようです。縦へ送りました。アラバがカット。試合終了。高いディフェンスで相手を抑え込みました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。フットボールファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ミュンヘンポカール決勝をお送りしてまいります。国際色豊かなクラブチームが一堂に会するこの大会、チームの誇りとここまで戦い敗れ去った全てのチームの夢を背負い、最後の舞台に挑みます。さあキックオフまでもう間もなくです。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチームです。一方相手チームは 4-4-2 で挑みます。フォワードディフェンスの能力が高くバランスの取れたチームです。ボールを運ぶ。前線付近でボールを持ちます。奪いました。右に送りました。そのままシュート。キーパーこのボールを防いだ。スーパーセーブを見せてくれました。ターゲット、そのままシュート。ここはクリア。ゴレツカがカット。ここでボールを失う。両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、一人で行く。監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃。はい、チームの士気を上げます。ここで貴重な1点が入りました。パスターゲット止まり、前線で得点を狙います。ここでのプレスが果たしてどう機能するか。ボールを奪います。この指示でゴール前までつなぐことができるか。縦に出す。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ワントラップ。ここでボールを失う。ボールを奪いました。キーパー落ち着いています。チアゴがカットに行きました。この指示で選手たちがどう動くか。間を通す。ダイレクトで打った。コーナーキックです。ゴールキーパー指示を出します。2ゴール目を奪った。
半29分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。コマン、足の速さには非常に抵抗のある選手です。このボールはカット、チアゴからの得意なパスで相手の裏をつける、レバンドフスキ、キーパーパンチング、ノイヤーがコースを読んでいました。ターゲットは誰だ、そのまま決まった、3点目も決めた、ハットトリック達成です。今日は絶好調のこの男、ついにハットトリック達成です。前半33分、ここからどういった試合展開になるのでしょうか。キミッヒからゴレツカ、中央へ送りました。ボアテンクがここはなんとかクリア、ボールが奪われました。得点につながる指示となるか。パスを出して、このボールをどこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、相手ボールになります。リベリからアラバ、奪います、運んでいった。指示した道筋を信じ選手たちが動きます。アラバがカットしました。トラップ、トラップ、ここでホイッスル、前半45分が終了です。前半の相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させどう攻略していくのか注目していきたいと思います。さあもう間もなく後半です。今後半がスタートしました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。ここからの戦いに期待できそうです。ミュラー、チーム内でも前線での守備意識が非常に高い選手です。ボールを奪います。さあこの戦術がここで機能するか。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。一人で行く、監督の戦術を重視した攻めを形成します。ボールを取り返す、キーパーをついてキャッチ、ノイヤーからレバンドフスキ、抑えます、もっとシュートを打ちました。ハーフタイム中に2人の選手交代があったようです。アラバがクリア、キミッヒから出る得意のクロスに期待したいところ、リベリが個人突破、ナイスクリア、抑えます。どうしたんでしょうか。今のプレーに対して主審がイエローカードを出しました。ここで選手交代です。ここからリスタートです。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。素晴らしいカバーリング。さあこれで状況が変わるのでしょうか。スローインで再開です。右へ送って、ここで奪って、さあこの戦術がここで機能するか。抑えます、ここでボールを失う、おっと、ミラー、サポーターも狂気乱舞、うまくねじ込み得点をもぎ取りました。後半25分、ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。ボールを運びます。監督の戦術を重視した攻めを形成します。フンメルスがカット、取り返しました。フンメルスがカット、ボールを受けます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ボールを奪います。監督の戦術を重視した攻めを形成します。残り時間、選手たちにどんな指示を与えるのか。一人で行く、ワントラップ、このパスは、ここでボールを取られる、中央にミュラーからリベリ、抑えて止めて、積極的にパスを回すよう指示を出します。奪われます。ここでアディショナルタイム突入です。積極的にボールを奪うよう指示を出します。右サイドを使って攻めます。ボールを奪いました。積極的にパスを回すよう指示を出します。
トラップ、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ボールが奪われました。試合終了、おめでとう、見事な優勝を飾りました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。